どうも皆さんこんにちは、若です。かわいいみんなのアイドル、霊夢ちゃんだよ。ことです。マリサだぜ。さて、前回は何をやったんだったかしら？前回はこの拠点を作ったよ。完結。まあいいや、今回は内装を広めだよね。あとは木とかマグマを取ってきたりできたらいいけど。あ、それは裏でやってきたよ。今回はネザーまで行ける線路的なの作ろうかな。一気にそこそこ時間かかってるもんな。ところで材料はあるのか？ああ、鉄はまだしも金は足りないかもね。レール敷くのはまた今度かな。また今度って、それやらないやつじゃ？もう、ちゃんとやるって。まあ次回はネザー探索の予定だけど。あほら、次回別のことやるんじゃん。まあでも、そろそろ目標に向けて動いていかないとだしな。そういうこと。そしたらね、ちょっと気になることがありまして。畑の方？どしたの？これ、この、名称わかんないけど茎みたいなの。ああ、これはカボ。いや、スイカもありえるのか。これの正体が知りたい、ってこと？そう、早速壊してみよう。カボチャとスイカどっちもあるとありがたいけどね。個人的には、アイアンゴーレム作れるカボチャ欲しいかも。さあ、どっちが出るか。スイカか。やっぱ期待しない方が良さそう。2個目もスイカみたいよ。こうなったらもう3個目もスイカじゃない？いや、そもそもドロップしなかったな。スイカでいいから種くれ。で、その種はどっかに植えるの？カボチャならそうしたんだけど、スイカだしな。1個だけ植えて、あとはコンポスターに入れることにするよ。スイカってさ、量はそこそこあるけど全然空腹度回復しないんだよね。そう思うとやっぱり小麦の方がいいのよね。まあスイカは醸造台作ってからかな。さてさてお次は？やっぱり海の移動がめんどくさいから、ボートを作っていくよ。え、でもそのネザーの木じゃ作れなくない？いや多分作れる。はず。多分。どうなのかしらね。できないと思うが、とりあえずは並べてみようぜ。あ、できないのか。そっか。あ、じゃあチェストでも作ったら？そうだね。いやでも、線路ってボート作れなかったからってことだったんだな。あはは。そういえば、内装を広めってまだしてなかったわよね。忘れてた。まあ今はそんな飾りとかないけどね。隣の村から拝借してきたベッドがあって、作業台とかまどがあって、チェストが並んでるって感じだね。なんか今回いつもより重いな。申し訳ない。多分次回には治ってると思うから、温かい目で見てやってくれぜ。今言っても今更感はあるけどね。さて、じゃあ持ち物整理終わったし、改めて内装を広めといこうか。思ってたよりないな。なんかやることなくなってきたら、また飾り付けたりしたらいいんじゃないかな。エンドラ討伐後もこれはちょっと寂しいしね。さてと、そしたら倍速で線路的なのを作っていきます。3スタックで足りるか？ 6 スタック、とまではいかないけど4、5スタックくらいは必要そうよね。え、これでもちょっと多めに持ってきたんだけど。足りなかったら足りなかったで、取りに戻ればいいんじゃない？だよね、そうだ。と、まだ隣の村にすらついてないのに、もう残り半分だな。その隣の村もちょっと距離ありそうね。じゃあ今持ってる分は置き切って、その後拠点に戻るよ。倍速だから1スタック置き切るのも早いね。とはいえ少しは時間かかるから、話題は尽きちゃうんだけど、めたいこと言うんじゃない。さて、一旦拠点に戻るよ。ついでにベッドで寝るとか。って思ったけど、もう夜明けそうだね。いやまあ寝るんですけどね。持っていくのは、まあ3スタックで大丈夫かしらね。さて、隣の村に着いたな。まずは小麦の俵が邪魔だから拝借しよう。その後このまま伸ばしたら畑に当たっちゃうから、ちょっとだけ曲げなきゃね。こんなもんかな。あとはもうネザーゲートまで伸ばしていくだけね。だいぶ近くなってきたじゃん。じゃあここら辺でまた曲げてっと。もうほんとあとちょっとだな。ってことで完成、拠点に戻るよ。はい、今回はこの辺りまでです。
次回はネザー探索って言ってたよね。早くネザー要塞が見つけられるといいのだけど。せっかく砂漠しかないんだから、エンダーマン狩りもな。はいはい、わかったわかった。それでは、ご視聴ありがとうございました。